岡田監督、オープン戦最後のコメント、佐伯の投球はまあな、曲がりなりにもな、5回1点じゃの、まあまあ言うとかな、しょうがないよな、岡留は6戦無失点、岡留も投げてなかったからな、だからあとはそんな点差関係なしで、ちょっとな、オープン戦ずっと悪い島本、石井やな、悪いからもう優先的に投げさせたいやけどな、やっぱそのままや、悪いな、ずっと石井もオープン戦ずっとやもんな、ずっと失点しとるからな、上がってこんからな、まあな、ブルペンは9人連れていくからな、最初は1人2人は外れるからな、その辺はな、最初はちょっと外してもええかもな、岡留はキャンプからイールを継続、いやいやそのままやんか、ずっとな、キャンプでよくてオープン戦もよくて、その流れでずっと来ているし、結果もちゃんと出しているわけやからな、だからあの2人、岩崎とゲラはベンチに入れてないけど、岡留とな、まああとは左5枚くらいあればなんとかなるかな、調子が悪いものを抜いてな、悪いものが調子を当ててくれればええんやけど、それはな、シーズンを通じて投手陣全体で勝負、そう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 、まあそれは全員が調子良くても全員は使われへんからな、ブルペン陣はな、半々ぐらい逆にええんかもわからんな、1試合しこうても3人4人やからな、勝ちゲームにしてもな、多くても4人な、やっぱ3人くらいやからな、だからそれは当然ええもんから使いこうていくわけやからな、悪いもんはその間に調子を上げる、なかなか実戦では投げられへんけどな、でもブルペンとかで調子を上げていくようにして、また波があるからお前調子ええもんが悪くなった時に上がってきてくれたらええと思うけどな、前側は二塁打の多さが魅力の一つなあ、最後9回の中敷きも抜けたと思ったけどな、森下は最後に代打で、いやもういてなかったんや、代打笑い、出られる状態ということ、まあいける、おう大山はちょっと無理やったからな、森下しか、何かあったように熊谷一人残しとかな、お前セカンドも変えてもうたからな、24日に35打席ぶり安打の中野は連日の快音、おお久しぶりや、あんなのほんま久しぶりやで、1、2塁間に飛ぶライト線に飛ぶ打球なんかは、下半身の張りを抱える大山が心配、ぶまあまあ大山ね、近本の方が心配やけどな、まあな、大山もちょっと走るあれがあるから、まあどうなあ、4、いつかあるから、まあなんとかそこでな、ある程度ゲームできるようになればええと思うけどな、近本は足の張りか、ううそれはトレーナーに聞いて、万全ではない、それはない、今日もベンチも外してるから、そらオープン戦が終わったが、収穫はまあ収穫はあんまなかったな、最後にテストしたのがなあ、オープン戦そのままの結果やったからの、いっちゃんにしても最後にちょっと怪我人出たしな、まあそんな重傷やないから、それだけや、あとはそれが治って29日にスタメン行けるようにな、それを願ってるだけやわ、オープン戦の結果はまさかの再開、そんなん全然関係ないわ、笑い、何かあんの、森下が今日出たから一番軽傷で近本が一番心配ってことか、はあどんでんの感じだと近本は開幕アウトか、島本石井は2軍スタート普通にあるな、悪いと分かってて投げさせてやっぱり悪かった、まあ大山もそろそろ何でも全力疾走するの止めた方がいいかもな、オープン戦やのに激走するからな、近本アウトと仮定するとセンター森下、レフトノイジー、ライト前川、まあ近本はちょっと痛いとかなら出場すると思うけど、